縦が変わった。これガンダムシールド、新ガンダムシールド。あ、うん、そうそう、側面型新ガンダムシールド。あと顔変わったよ。え、変わったの？顔変わったよ。うん？マルカン外したんだよ。これ2割なってる。すごいな。スパロボにいてもおかしくねえぐらいにダサさだな。スパロボダサいみたいなの言っちゃダメだ。そっかい？ごめんね、ガンダム。これもアムロが乗ったら超強い。避けるよね。危ないとか言いながら。危ない。あの体でも避ける。当たらないな。うん。チャンネルで狙われても大丈夫。なんか知らないノラに入って、自分がいてもガンドムガンドムだったら引くよ。これ用意したの誰よ。行きましょうか。みんなガンドム。なんか残りたにガンドムでやってくるわけ。ノラでそれがあったらするもん、すごい。みんなこれか。流行りみたいな。なんで流行ったんだよ。チーム消してやるよ、そしたら。意外とね、あのネットに登録したら評判が出る。もうマシン名とかかけるかガンドムにしてるといいんじゃないの。うん、チームガンドムでいい。多分ジムのままでしょうね。ほら、ジム、ジム、ジム。あ、ほんとや、うん。お、マスターガンダムになるってこと。全体を変えるとそれぞれ変える。わざわざ脳に変えた。ここガチでやパーがいるの、いやらしいな。あのスナイパーライフル欲しいな。大丈夫か。ボディのことを踏んでるか。弾道ボディ、ハイクオリティのショーブボディを使ったらちょっと丸くするわけです。ついにいいのができた。うん。いいゲームが出らんわ。多分4人だから最強レベル。頭もげてる。本当だ。エリート。頭のとこ近づいたのがいい。あ、すごい。みんな頭もげて走り回る。そう、そのボディで。ダメージ増えたな。どうも。
そんなつわけなしがあるんだよ。決めたはずがとっても残ってる。強いんで、あれなんで、一人用だと特殊的にそこだけ散ります。おぉ、置く場所に告知かもしれない、最高に。で、キャンセルをもう一個の時間にするとどんどんキャンセルに繋がっていくんで。一回ガードしてもいい。もう他の人とだけとただ交互でやってる。回復しますよ。これ敵か。やらない。後半で始めるのガタガタ不満なのか。ガタガタ。まだ強いだけや。あ、なんかなんか強い。なんかやばいやばい。はい、ファイトに戻って。そう、十字キーでリピアキッズとか、K、それをゲットして丸で回復。でも、使い終わったら武器に戻っておかないと戦闘中に買っちゃうから、ね、ちょっとじゃあ寄って、回復させるか。なんだ、ふい。背低くないですか。気のせい感じない。背低くまだグレードスピーカーだね。あー、ハイグレードだね。ヘビーアームズなのに打撃できたんだ。そのことダイナマイト。いや、3つあるんだ。ちょっとして、その武器になったザクの腕とそのビームライフルでそれぞれ人技があるから、R としながら、そうそう、そのそれで EX アクションとR 調整は EX アクションっていう文字が出る。名前が仕方がないので。ああ、言ってきたね、今で。だってパスが、だってザクのパスじゃないし。使い放題なんで、時間リキャストとかな。ナイトはね、ガンドムにこだわってるから。こだわってないですよ。今ある最高のパフォーマンス。ザクアーボン、知らない。え？やばいやばい。まだないな。やばいわ。手出らんわ。早い早い、死んだってなったわ。これでいかんといて。アリモンで頑張るのも遅いんやな。ハード盾がある。あ、もうおしっぱで勝手に、おしっぱの方おしっぱで勝手にガードする。そうですね。バグレード相手は怒られる。ちょっとでかいやつ。
あ、やばい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 、自分が悪いわけじゃ、敵が強くいったときにゃちょっと腕が悪い、いやいやいや、動けば敵でしょ、何度も先輩お前にしときなさい。だいぶ敵強いけど全然いや、気になりはない。あ、最後、外を割りやろ、首出しなんでやろ。はい、やつを使うからなんかおかしいなことだと思って、足がないと言うなよ、何で丸から足がないと言うなよ。でも4倍のパワーある。リモコンで動いてるだろ。さっきのひどい、この転送っぷりがね、またね、PS もおー全部開けて、わざわざ来てるわね。来ましたよ、わざわざ来てる。出た、開けるかな。開けようとしてしまう。これどこで開ける？壊れて壊れて壊れて。なんてね、あ、プラムだ。
ギルダのメテオスあれのといったあれよあれ4人で回復しながらって困ったら知らないよな。頭がなくなった。なかった。お、ありがとう。お前、あれでっかいパンヒットグループ取れねえな。あれが出たらめっちゃ恐ろしい。あのミスユニバース上半身代表してる。全身で取るやっぱひどい。明らかにこうボスさんとも違うんだよな。もうどっちがガンダムかってさ、まさに子供泣いてるのに泣くよね。かっこいいじゃない。ほんといいよね。よくできてるよな。俺もいいと思ってるな。あれの日送っちゃろう。ガンドムって書いてパーフェクトグレードのガンドム。うん、ヘビーアーモンドって写真撮るんだよね。意外と多分いいパーツ出たんですよ。よし、もう一丁いきます。6時まで。確かにこれやめる気ないね。ないでしょ。危ないでしょこれ。でカチャカチャってまたもうこれをそのパーツがどんだけ手がやりたくなるの、うんうん、もうちょっと稼いで寝ようかなって言ってしまうけど、ね、そうそう恐ろしいですね。じゃあいつもの一面3回回して寝ようかなみたいな。タッチをしねみたいな感じなのがないからすごい誰でも多分適当に組んで、うん、じゃあ最後のペイントしたやつちょっと出撃して考えようかなみたいなね。おー、やっとタイボードガンダムの足が手に入ったよ。いいパーツできねえな。レベル10で打ち止めなのかな。早くフリーダムパーツがつけたいかな。フリーダムガンダムになるのがね。じゃあアイテムはまあ最終的にはそっちに近づいていくでしょうね。最後にまた丸くなるんでしょ。ボディだけはもう変わらないんで。なんかあれが本当いいドム手に入ったわ。ドムどこが出るみたいな。ドム湧きやすいとこがいい。ドム中心の性格。顔だけはね、まあ、どうだけやればいいわ。見た目めっちゃ
カードですね、重要ですね。せっかくガンダムベースでしたのに、ラクスめっちゃいいやつが手に入って一気にゴツくなる、そう、ゴツスマートじゃなくなっちゃう。悩みどころなんだね、そのダメ、性能何とも、色物に入っちゃったからもう迷う。色物じゃねえよ、性能重視じゃねえよ。ガンダムが、うん、機能性に機動戦士ですよ、これが本当に、うん、水陸両用です。お、赤いのが出た、いつの間にか。ガンダムにしないの、ガンダム、うん、パイフェクトガンダム作りてえなプラモ教師団。でもいきなり最終ステージです、体験版の。いきなり早くもうテンポ良すぎだね、この人。なんかね、ウェブにアップできるらしいが、それアップしてよ、多分ウケると思う。あ、羽根ついた。なんともにウィングがついた。絶対飛べんだろ。アフターガンダムですね。お、マーク2のボディになりましたね。あと、あの翼の赤い部分を白く塗るだけ。色が今めちゃめちゃパーツありますから、遊び放題、夢が広がります。もう頭だけパワーフェクトグレードのガンダムとできるように頭ができる。おお、ほぼマーク2になってる。どこでバレる、下がってる。見た目をね、見た目重視にしたんで、ガンダム。じゃあまあ見た目重視なんですギャラリーが多いけどこれはひどい。おい、見ろよあれ誰が乗る誰乗る、モーションあるんだよ、そうだよ。ここに集まってくれガンドもすごい、ここに集まってくれここに当たってくる。いやでも羽つけるとね、違和感がかなり減っちゃいますからね。羽に目がいっちゃいますね。うん、ちょっとカモフラージュどう、もうみんなあれ出撃準備できてるぞ。うん、外すわ。え、何を羽を。出撃するときに羽がなくなる。そう、羽を置いて出撃しようとする。的な問題でね、羽外してもね、はい、このボス多分相当強いから、でも4人がかりだとすぐ終わるかな、無理くりチョイス連打すれば。プラモ版ならではのラスボスとかあるんかな。どうなんだろうね。まあ、そういう意味ではキメラになるんやろうけどね。そうだね。ガンダムバーサスみたいになんだこの知らねえガンダムみたいなと、あるオリジナルの。かっこいいならいいけどね、それでも。
ガンダム様にはかないませんよ。まあまあみんなも手に入ったら作れるからね。ちょっと俺がみんなで先にね、運に恵まれるわけ。そうそうそう、で、天候は下がる。あ、縦持ってるやつ、四角四角パンクで大概シールド入ってる。わあ、釣りが取れた。グレードなんでかい。このデータつけようもすげえ不気味なくてもいい。取れないと。
いな。ハパクトピーチがいっぱいある。攻撃兵がいる。あ、死ぬ。あれ、パセどこ行った？パセってましたね、壊れるの。あ、壊れます。マジ？ああ。やっぱり今回パセが白い。当然のぐらい敵強いからさ、ダメージ加えてる。いや、負けたくないだけだ。あ、そうだ。おー、出てきた。おー。なんで普通にザコとしてマジってんだっけ。めっちゃ多いな。もっと敵が違う。いや、ほやけじゃないですよ。
いいですよ。でもこの前ザコに宝で極根的にちょっと僕狙うとしようかな。宝の狙いとかさ、僕はやられるのかボスかい、こいつ。そうなんです、ボスに出てきて、ボス飛びって言ったの。いやけど急ボスなんでしょ。はい。もう先が思いやられる。うん。これはもう四回死んだね。本当ね、相当前のステージでいいパーツじゃないと思います。あと4人だと非常に敵が強いんで。ガンパーツに入るけど。そうそう、リスクはまあでも無理くりクリアしまえばいいパーツを持って帰れるんで、それで 2,3 個でもつければ。けどまた装備ができないとかそういうのがない。でも多分それを作ればレベルとか上がるんじゃないか。多少損じゃないですね。あのフリフリ。あとはみんなで回復このスキルを。回復回復スキル。回復とか。もうあきなの。リペアというやつが味方、自分だけじゃなくて味方もできる。そう、なんか二技でリペアの二技があるんですよ。なるほど。一つ技は、アイリペアっていう。アイテムは、実は。しかも無敵なんですよ、リペアの二技が。はい、なんとかならない。あんまこっち行っちゃうと一つの敵がどんどんやってくるんで、そこで待ち構えるような感じ、銃でおびき寄せて2、3匹ずつ。全員同時に死んだら、あれですかね。いや、普通、何回死んでもいいじゃん。相手を持ってかれるだけだから。そうなんだろうね。でも、一人で死んで終わりだと相当きついし。緑のパイプは自分の画面下にどうなんですか。多分共有だったら置いてたり。ああ終わりました。ちょっと高いパウスを買って。例えば今ここをグレーにこれ多分自分しか見えてない。多分うちらには見えてない。勝手に向こうから寄ってきてます。多分今頃回復が出てます。何回死んだの。うん、いいでしょうね。そういう意味ではもうそしてガンダム2機
ええー、ボスじゃないんだ。ええー、全然ボス使わないんだ。うわ、相手の先に一発食らうだけでこの辺が。やばい。コツコツやるしかない。意外とこっちデカボスとか離れて銃使ってるから、どうなの。あ、ダサいです。みんなも一発だ。みんなもダサすぎる。
みんなフリーダムが欲しい。なんか少しになるとどうにかなと思っちゃう。違うやつ。フリードムガンダム。フリードムガンダム。ああ、それはあれみたいに言うてる。でも行けそうだな。違う、マルチプレイ。いやー、知らない間に避難所殴ってるんだけど。ちょっと残すな。この子は永遠に湧くよ。うん、ロックオンできないので、この流れですね。お、いった。やっぱ、おぉ、やっぱすごい。おぉ、でも体験もやる人なくなっちゃう。やっぱりな、カゴロスの腹が。おぉ、全部俺がけた。でも、紫イエーイ。結局、フリーダム多分作って終わりでしょ、体験が。ちなみに初回予約版はフリーダムのコードがついてます。ずるい。形作るわけよ。また行きたくなるわけね。うん、体験版でこんなに、こんなに。うわ、お前募集された。うわ、何が募集されたか分からん。そうなんです、何が募集されたか分かったんです。色でこう紫パーツがいいやつなんで、紫持ってかれたショックみたいな。